今回のテーマは乳がん検診の勧めということなんですが、まあ、先日もタレントの北斗晶さんが、はい、自身が乳がんであることを公表し、まあ、そこからこの乳がん検診の大切さ、乳がん検診という言葉をテレビなどでもよく耳にするようになりましたよね。そうですね。早期発見が大切とも聞きますので、うん、その検診について詳しく伺っていきましょう、はい、今日はこちらの3名の方にお越しいただきました。岩手県対岸協会の吉田さん、大和田さん、和田さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はじめに吉田さん、乳がんという言葉を本当にここ数年でよく聞くようになったなという思いがあるんですが、乳がんの患者の数というのは昔からこんなに多かったんでしょうか。はい、最新のデータでは、はい、乳がんにかかる人は2011年に8万人を超え、12人に1人が乳がんになる時代と言われています。このグラフを見ていくと、まあ、右肩上がりといいますか、はい、年々増えていっているんですね、うん、はい、だいたい年代でいうとどのぐらいの方が多いんですか。はい、乳がんは40歳代から急激に増え始め、50歳代から60歳代で乳がんにかかる人が多くなっています。岩手県対がん協会のデータでも同様の傾向にあります。それからもう若いと進行も早いと言いますしね、40代から急激に増えていると聞くと、あ、なんか40代が近い私としても本当に心配だなと思うんですけれどもこの乳がんというのはどうして発症するんですか。はい、乳がんは女性ホルモンのエストロゲンの刺激を受けて増殖し、エストロゲンの分泌される期間が長ければ長いほど乳がんの発症リスクが高くなると言われています。はい、また脂肪を多く摂る食生活やライフスタイルの変化などもエストロゲンの分泌に影響を与えていると考えられていて、エストロゲンにさらされる期間が長い現代の女性はより乳がんになるリスクが高いと言われています。なるほど。では乳がんになりやすい、なるリスクが高い人っていうのはどういう人なんでしょうか。はい、乳がんの危険因子として、はい、40歳以上、出産経験がない、うん、高齢出産、早い初潮、遅い閉経、家族に乳がんの人がいるなどが挙げられます。うん、この家族に乳がんの人がいるということなんですが、やはりがんですからがん家系という言葉もよく耳にしますけれども、やはり遺伝というか家族に乳がんにかかったことがある人はやはり注意しなければならないんですね。そうですね。はい、ということは1番目に40歳以上とありますけれども、家族に乳がんの人がいる場合にはもっと若いうちから注意をしていかないといけないということですね。はいはい、ではこの乳がんを予防する方法はあるんですか。はい、残念ながら乳がんを確実に予防する方法は今のところありません。ですが医療技術が進歩してますので、早期の乳がんであれば 90% 以上が治ると言われています。はい、ですからいかに乳がんを早期に発見するかということが大切になります。その方法として検診があります。なるほど。検診となるとしこりを見つけるということなんでしょうか。はい、乳がんの一般的な症状は痛みや違和感がほとんどなく硬いしこりです。手に触れてわかるしこりは1センチ程度と言われていて、しこりが1センチ以上になるまでには5年から10年、もしくはそれ以上の年月がかかると言われています。それに対して1センチのしこりが倍の大きさになるのは平均してわずか4ヶ月程度だと言われています。よく病院などに行くと乳がんのしこりはだいたいこういうものですよというサンプルがあって触ってみたりもするんですが、手に触れるようになってしまってからではじゃあちょっと遅い、もっと早くに見つけた方がいいということなんですね。そうなんですね。はい、マンモグラフィーはしこりを形成する前の石灰化と呼ばれる前眼病変を映し出すことが得意な検査で、手に触れる前の乳がんを発見することができるのがこの検査です。ということは受けた方がいいなという気にはなるんですけど、どれくらいの頻度でそういう検査っていうのを受けた方がいいんでしょうか。はい、現在2年に1回マンモグラフィーを中心とした検診を受けることが推奨されています。はい、1センチ以下の触れてもわからない乳がんを発見するために
マンモグラフィーや超音波検査が乳がん検診に取り入れられていて、さまざまなパターンの検診が行われつつあります。いろいろあるんですね。ではその中からマンモグラフィーについて大和田さん教えていただけますか。はい、マンモグラフィーは微細な石灰化を映し出すことができる検査です。撮影の際、乳房をしっかりと圧迫し薄くすることで画像が鮮明となります。また放射線量も少なくて済みます。脂肪組織は黒っぽく、乳腺組織は白く、またしこりなどの病変も白く映ります。基本は乳腺が最も広く撮影できる斜めに挟んだ撮影を片側1枚ずつ撮影します。一般に若い世代の乳房は乳腺組織が多いので、乳腺と病変との区別をするために角度の違う方向から片側2枚ずつ撮影します。そしてもう一つありました、超音波の検診なんですが、はい、そちら和田さん、どういった検診なんでしょうか。はい、乳房超音波検査とは、乳腺用の超音波検査を用いてしこりが良性か悪性かを調べる検査です。触診ではわからない小さなしこりを見つけることが可能です。乳腺組織が多い乳房、一般に若い女性に適した検査です。検査方法ですが、まず上半身の服を脱いでベッドに仰向けになっていただきます。超音波の電動を良くするため胸に温かいゼリーを塗ります。乳房に超音波を当てて内部の反射波エコーを画像としてモニターに映し出します。検査にかかる時間は片方の乳房で3分程度になります。この乳がん検診にも超音波、それからマンモグラフィー、先生の視診、触診と3種類ほどあるということなんですが、我々テレビ岩手では年に1回の健康診断の中でこういった検診を受けているんですが、こういった企業の健康診断の中に含まれている、はい、それで受ける方もいらっしゃれば、市町村の検診を受けるという方もいらっしゃると思うんですが、吉田さん、その内容というのは大体どこも同じなんでしょうか。検診の内容とか、あと対象年齢というのが市町村で変わってますので、はい、乳がん検診を受ける場合にはお住まいの市町村にお問い合わせください。まあ、いずれその乳がん検診大切だと分かっていても、初めの一歩を踏み出すまでは特に若い方はちょっとこう心配であったり億劫だなという思いもあると思うんですが、この乳がん検診、いろんなメディアで大切だと言われている今だからこそ、その最初の一歩を踏み出すというのも大事ですね。そうですね、がん検診と聞くと結構大変なんじゃないかと思いますが、超音波検診でも3分ほど片方が終わると言ってましたので、はい、安心のためにも受けた方がいいですよね。そうですね、乳がん検診は定期的に継続して受けるということがとても大切ですが、検診では見つけにくい乳がんもありますので、月に1回は自己触診を行って、もし気になるような症状があれば早めに乳腺外科などの専門医を受診することをお勧めします。乳がんに限らず何でも早め早め早期発見が大事ですから、まず皆さん、今まで受けたことがないという方はぜひ今のうちに、早いうちに受けてください。